魔法っす。ということで、全力マンキーが AGS 筋クリニックチャンネルさんにお邪魔しております。いや、ついてしまいました。夏モンです。ハルモポリポリキーバロス。やっぱプリティさんはあの弱者男性っつってね、はい、我々のチャンネルではよく紹介されてます。いや、そうなんですよ。やっぱコンプレックスが多いですから、いやそのうちの一つね、薄毛を解決することでこれからの人生楽しくなるんじゃないかと。そして前編の方を見ていただいている方は分かる通り、はい、先ほど新宿で一番当たると噂されている占い師さんの方に、はい、薄毛の悩みを相談してきたんですが、はいはいはい、病院に行けと。そうなんです。一周されてしまいましたので、30歳ハゲた弱者男性の悩みを占い師なら救えるのか、今日は何の話を。非常に恥ずかしいんですけども、結構僕その最近ちょっと頭皮と悩んでて。メンテナンスしようよ。何にもしてない。だってお腹痛くなったら病院行くでしょ。占いの種類でそのハゲ占いみたいなのがあるのかなと。例えばですね、そのハゲのなんか星を使ったなんか占いっていうか、なんか ないですか。専門機関に行きましょう。今回はちゃんとクリニックさんのご意見をお伺いしたいと思います。はい、僕のこのハゲいじり、今までされてたのがここで治るかどうか、この時間にもうかかってます、全て。じゃあもうそろそろで先生来るんで待ちましょう。はい、髪の毛を生えてこい。わかんない、全然どこでも受けへんな。失礼します。こんにちは。お願いします。お願いします。先生。はい、医師の西垣と申します。西垣先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、いやちょっと緊張します。わあ、めっちゃ緊張してる。こんな真面目な見た目。動画拝見しますんで。ありがとうございます、ありがとうございます。楽しく。で、今日はちょっと実はですね、先ほど新宿の一番当たる占い屋さんっていうところに行ってきまして、はいはい、頭皮とか毛髪に関しての悩みっていうのを、相談させてもらったところ、病院に行けっていうふうに言われちゃいまして、ずっと何も解決しないです、ね、そうなんですよ。そうですね、30分間一生病院に行けって言われ続けてしまったんで、もうメンタルもボロボロで。なるほど。私じゃ分からないと言われました。いや、そりゃそうです。そうなんです。そうなんです。そうですね。ちょっと今日は何点か聞いてもらう質問がありますので、はい、ちょっといろいろそれに一問一答という形でなるほどいただければと思います。わかりました。はい、まずなんですけど、AGA っていうところに関してですね、なんかよく僕調べたところ、なんか前頭部のところとその頭頂部のところが薄くなる、この2パターンに大きく分けて分かれるっていうふうにちょっとお伺いしたんですけども、はい、これどちらの方が多いんですかね。どちらがっていうか、どちらもっていう方も結構いらっしゃいますし、はい、正直その割合がどうなのかっていうところは、はっきりとは言えないっていうところはあります。はい、ちなみにその覚醒遺伝っていうことがあると思うんですけど、はいはい、母方のおじいちゃんはですね、真ん中つるっぱげでして、なるほど、幼少の結構そのふざけてその道になってるようなこのね、ハゲがやってるところをトミカで走らせてこうやってたら、その辺りぐらいからちょっとね、やっぱりこうたたりというか、あ、なるほど。学生の頃からちょっともう這い上がりつつあってっていうことがあって、バチが当たってんでしょうね。まあ、バチも当たってるし、遺伝もやっぱりあるから、遺伝もありますね。まあ、ダブルパンチってことですよね。まあ、多分遺伝子をお持ちなのであれば、まあ、薄くなりやすい体質なのは間違いないので、はい、ただだからといって皆さんも薄くなるわけじゃないんですよ。なるほど。やっぱりその食生活もそうですし、はい、ストレスとか、はい、睡眠不足とか、そういうところが気軽になるケースが多いので、そ、ね、して遺伝子がそういうものがあるからイコール薄毛になるというわけではない、はい、なりやすいのは間違いないと思うんです。なるほど。ということは、おじいちゃんがそれが薄毛だったということで、はい、その遺伝子をお持ちでありつつ、はい、まあ、その食生活とか、生活習慣は悪くて、まあ、後天的に薄毛になってるというところもあるという感じですかね。そうですね。そう思いますよ。はい、でそれで言うと、そのプリティさんは、生活習慣非常に悪いんですよ。はい、でその今彼がしている習慣で、直すべきところをちょっとお伺いしたいなと思って、
一番多分最新の動画ですかね、はい、体験したんですけど、はい、1日で密着されて、おーそう、まあまあまあ悪いですよね。まずあの台所で、はい、喫煙されてらっしゃいましたよね。はい、はい、あのタバコはやっぱりこれ良くないです、ね。そうなんですか。一番 NG とされてる。あ、そうなんですか。一番 NG とされてる。血管をこう収縮してしまう作用があるので、はい、で髪の毛周りっていうのは太い血管じゃなくって、はい、細いいわゆる毛細血管っていうものが張り巡らされているんですね、はいはい、でそこを栄養がしっかり通って、はい、細かいところまで行き渡るみたいなイメージなので、はい、血管が収縮されるっていうことは毛細血管がこうキュッと縮まるわけですから、はい、栄養がいかなくなってしまうんですね。なるほど。でそれがやっぱり薄毛につながってくるリスクとされてはいるので、これ良くはないんですね。あの動画の中でと最後お酒が結構好きなんですけど、お酒自体は悪くないですよ。そうなんですか。浴びるほど飲むみたいなのはやめていただきたいと思います。飲みすぎると髪の毛がダメなんですか。1日とかであればそんなに支障ないと思うんですけど、毎日ってなってくるとずっと肝臓が働きっぱなしになってしまうんですよね。肝臓ってこう全身に今血液をこう活かせるようなそういう臓器に役割を果たしているものなので、はい、そこがこう休む時間がないとなってくると、はい、本来果たせるべき役割を果たさなくなってしまう可能性がある。ですから休肝日を設けるのが大事ですよというのはそういう理屈があるからなんですよね。ちょっとそれこれからの話といいますか、はい、仮にですね、はい、AGA 治療をこれから受けていくにあたって結構継続していく必要があると思うんですけど、はい、まあ、その期間大体どれぐらいの期間あの治療を受け続ける必要があるんですか。治療自体はもう半永久的です。半永久的、はい、まあ、これも理由があって、このお薬飲んでいるからその状態をキープできるみたいなイメージなんですよ。はい、ですからお薬飲まなくなってしまうとそれまで生えた分も全てリセットされてしまうので、もちろんすぐにゼロになることはないんですけども、はい、徐々にやっぱりお体から成分が抜けていきますから、はい、次第に抜け毛が多くなってまた元通りの状態に戻っていくイメージなんですよね。それで言うとその治療法、まあ、AGA の回もいろいろあると思うんですけど、一番おすすめって何なんですか先生。ベースは飲み薬ですよ。やっぱりお体の中に入れて中から作用させてあげるっていうのがもう大前提なので、まずしっかり飲み薬を飲む、これがもう一番大事です。だからこそこの肝臓の働きが重要になってくるんですね。なるほど、つながってくるんですね。お薬っていうのは肝臓で代謝がされるものが多いので、じゃあ普通に縮んでしまいますねちょっとカメラの存在忘れてましたね。はい、でちょっと、はい、今日はなんか彼の、まあ、頭皮の状態を見ていただけるっていうのを聞いたんですけど、はい、いいんですか。よろしければぜひ。めっちゃ楽しみやったじゃあ本当にその悩んでるところが薄いのか、うんうん、実はそれほどでもないのか、じゃあ見ていきたいと思います。お願いします。じゃあ見ていきましょうか。お願いします。はい、お願いします。うわー楽しみ。はい、ではですね、まず最初に、はい、見ていくポイントとしてはまず襟足なんですよ。でここは絶対に薄くならないと言われている場所なので、はい、ここがベースとして見られることが多いですね。はい、太い毛ばっかりっていうところがベースになってくるんですね。はいはい、でここを覚えておいていただいて、はい、でちょっとまずてっぺんから見ていきたいと思います。はい、で頭頂部を見ていくとですね、しっかりと生えてる。そうですね、結構太い毛しっかりと生えていらっしゃって、でも大丈夫そうかな。お、まさか。このてっぺんだけを見ると、まあ、この辺の細い毛とかが一つの毛穴から一本になってこういう細い毛だけとかになってくるとまずいんですけど、ちょっと見ていた感じそういう風に見受けられないので、おで問題は一番気になってるとおっしゃっていた生え際ですね。でここがあの生え際の一番上のところなんですね。太い毛の中に細い毛の割合がちょっと多くなってる。確かに、いやそうですね、多いそういうのやっぱりこの状態としては少しは進み始めてるとなりますよね。でここが一番上の部分なので問題はここから下なんですよね。はい、で下の方に下がっていくんですが、まあ、こう下の方に来るとやっぱりもう細い毛ばっかりっていう感じになりますね。もともと太かったんでだけでそれが細くなっちゃったっていう、そういうことです。やっぱりこの辺っていうのはもうちょっと上がってきてるなっていうふうには思いますね。まあ
弱々しいな。いろいろ見てみましたけど、はい、思ってる以上ではなかったというか、まだちょっと、まあ、安心はできる状況ということ。じゃあちょっとそれ大事にしていく上でも、はい、今後家でできる対策みたいなのはちょっとお聞きしますか。そうですね、まあ、自宅だと、はい、まあ、シャンプーする時で言うのであれば、はい、まあ、ブラッシングとかってよくあるじゃないですか。はいはいはい、あれも結構人によってはすごいたわしみたいなやつでこうゴシゴシゴシってする方もいらっしゃるんですよ。あれっていうのは頭皮良くなくって、あ、結局頭皮を傷つける原因になってしまうので、はい、もし使うのであれば柔らかい素材のもので、心地よい刺激になるような感じでマッサージをするとか、あとこうご自身でシャンプーするときにも、はい、爪立ててゴシゴシするのではなくて、はい、指の腹を使ってシャンプーしながらしっかりとマッサージをする。なるほど。頭皮の血行を良くするっていうことも大事な部分なので、はい、実践してもいいと思います。一応今後も、はい、AGA チャンネルさんの方と全力マッキンで、コラボをいくつかさせていただく予定なので、あ、じゃあこのあたりも、はい、はい、今見てる視聴者さん、ぜひチェックの方お願いいたします。お願いいたします。まあ、ありがとうございます。やりやすかったです。もう、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。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 最後アフタートークみたいな感じでちょっと素材も入れようかなと思って、はい、まあ、全然ちょっと撮りながらやってもらいます。はい、ボタンはどっちで撮っておきます。あ、そうです、もう大体終わりです。あ、そうですね。なんかこの前相馬さんの時とかなんか渡してなかったでしょ、はい、なんかプレゼントみたいな感じでよくご存知ですね。はい、ちょっと聞いたんですけど、はい、インフルエンサーさんとか、はい、まあ、そのちょっとビップな方、まあ、業界の方とかだけに、はいはい、お渡ししているちょっと特別な、インで開発した、はい、まあ、薬っていうものがあってですね、はい、これちょっと表立って販売してるわけではないので、はい、もう完全にもう特殊な、せっかくやったらじゃあ、なんか私ちょっと見てみたいです。ありがとうございます。怖い怖い怖い。ドリンクなんですけど、ドリンク、はい、はい、それを飲んで、まあ、もちろん飲んですぐとかじゃないですよ、はい、でも飲んでみたら翌日に連絡来て、いや、ほんまに入ったんですよ。そんなことあったんですか。本当に。いや、もう販売してないんですよ。高すぎ。もう、はい、もうなので、もうオフレコでっていう感じで。いただいていいですか。飲むんや。わかりました、はい、じゃあちょっと用意してきますので、はい、少々お待ちください。はい、最後、じゃあ先生の間に感想、今日どうでしたみたいなことちょっと僕聞くんで、はい、はい、やっぱり自分の髪の毛に悩んでる人はまず自分の髪の毛に愛着を沸かせることで大事にしようっていう気持ちが生まれてくるっていうのを僕は生で実感しました。そんな感じでいいですか。はい、ありがとうございます。うまい。おはようございます。あ、大丈夫です。あ、大丈夫です。液体入ってます。お茶色なんや。お茶みたいな色です。お茶、お茶みたいな色です。完全にこれ一杯をもうガブって飲んでもらったら、はいはい、はい、万が一があったらいけないんで、あ、一応これだけ。あ、バケツ、はい、あ、バケツ、なんか珍しいですけど、もうじゃあガブッと一気にいってもらったらいいと思います。すはい、薄毛直したんで、じゃあ行きます。はい、そんな薬ねえよ。ですよね。ちょっと疑ってるけど先生が言うから。こんなちゃんとしたクリニックさんでオフレコ薬なんかないから。いやいやいや、ないです。あんだけなんだね。皆さん注意してくださいね。こういうインチキな薬はダメですよ、絶対。ダメですよ。1日で治るわけがないですから。治りはないんで。あんだけ AGA は継続してるから翌日治るのよ。センブリ茶なんですよ。センブリ茶ということでした。そんな薬はございません。ございません。ちゃんと悩んでる方は、AGA スキンクリニックさんで見てもらいます。どんな締め方やAGA スキンクリニックの公式 LINE では簡単に無料カウンセリングの予約が行えます。
友達登録するだけで治療費が 10% オフになるクーポンや最新キャンペーンの配信も行っていますので、薄毛が気になる方はぜひ概要欄から登録してください。